Hello, my beauty bunnies. Welcome to my channel.、今日は昨日ちょっと今日ね9月1日、まあ、今日って言っても今日ビデオアップしないかもしれないですけど、資生堂の新しいファンデーションシンクロスキンセルフリフレッシングファンデーションをのサンプルをもらってきました。で、私がもらったのは220のリネンっていう色なんですけれども、だいぶ、ビデオ見てもらったら分かるんですけど、だいぶ私の好みから言うと、いつものファンデーションから言うとツートーンぐらい明るい、まあ、ブロンザーとかでかなりちょっとアジャストしてみたんで、まあ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 大丈夫かなっていう感じなんですけど、ね、24時間自然体、いつでもフレッシュで美しい肌へ、笑っても動いてもメイク直しを気にせずにいられる、汗、皮脂、動きによる化粧崩れを防ぐアクティブフォーステクノロジー搭載、自然なのに隙のないカバー力でフレッシュな肌が続きますと言っておりますので、今日は一切タッチアップをせずに、まあお昼過ぎぐらいに1回、チェックできたらいいなと思いますので、また、動画撮って、でその後今日の、最後にまた感想を入れたいと思いますので、Stay tuned。
悪くないと思います。全然、まあちょっと鼻のあたりが光っているのはハイライトのせいなのかどうなのかちょっとわかんないですけど、タッチアップしてないですが、まあ、保冷線に集まってることもないかな。また仕事終わりにチェックしたいと思います。はい、7時です、夜ので、あれからまあ12時間は確実につけてます。もちろんタッチアップもせずに、で、とりあえず、まあ、あのもうリングライトがそこにあるのであれなんですけども、とにかくシャイニーすごいテカってます。で、なんだっけ、アクティブフォーステクノロジーで、ね、顔の動きにもついてくるよみたいなことを言っていたのですが、ついてきてねえじゃん。わかんないか。ここね、やっぱね、ほうれい線のところに、よれて溜まってます。ただまあ、ここもシワのところに入り込んで、ひび割れしてるね。もともとあのオイリー肌なので、テカってんな。テカってはもうツヤとかじゃないですよね、これね、テカリで。ちょっとティッシュペーパーでね、ティッシュペーパーを2枚に裂いて、イエーイ、よいしょ、ちょっと、あの鼻のよれ具合は、他のファンデーションに比べてはマシです。で、まあでも、ファンデーションはちょっとやっぱり取れてるね。あの、油と一緒にやっぱり取れてるし、油を取ったことによって見えないかな、ここに溜まってるファンデーションがより際立った感じ。まあなんか遠くから見てる分には全然そんな感じに多分見えないと思うんで、直せんのかなこれ。ちょっとやっぱりこう指についてきてるから、まあファンデーションが落ちてるんだけど、今ちょっとこうよれを直してみたら、まあまあ治ってるかな。ただやっぱり指についてきてたので、ある程度やっぱここら辺落ちてるんだろうなっていう感じはありますが、それこそ
これの上からパウダーファンデーションでもつけて、ちょっとやってみようかしら。でやってからの、まあこのセッティングスプレーみたいなやつをね、どう？うん、結構、うん、ちょっとつけたての感じには戻ったかも。なので、100% お化粧直しがいらないかといえば、オイリー肌の方、オイリー T ゾーンの方、コンビネーションスキンの方はいると思います、まあ、油取り紙で取ってもらって、でまあ、私みたいにこう40過ぎてる方でほうれい線が気になったりとかする人がそこに溜まってたりしたら、まあ、ちょっと指でこう慣らしてあげたりするとだいぶ、気にならなくなると思います。その上で、ちょっとパウダーファンデーションをつけて、ね、こういうスプレーをしてあげると、お化粧直しのスプレーをしてあげるとだいぶこう、うん、復活した感じになるので、お昼まではあのインサートしてましたけど、お昼までは全然本当に何にも肌もこうテカってもないですし、だからといって別にパサついてるわけでもないですし、あのすごく綺麗な肌の状態が保ててたと思いますし、あのほうれい線に溜まってることもなかったので、まあ、この12時間もね、化粧直しをしないとか、まあ、今日もちょっと暑かったんですけども、あまりない話なので、うん、これは別にでもかなり優秀かなとは思いました。まあただ私からしたら、なぜこの時期に出してきたのかっていうのはあるんですよ。こんなセルフアジャストしてくれて、皮脂にも汗にも、顔の動きにもしっかりこう対応してくれるっていうファンデーションをなぜ夏の真っ盛りの前に出してくれなかったのかなっていう気持ちはちょっとあります。なんだろう、今からは別に皮脂も汗もそんなに出ない時期に行くじゃないですか。実力がちょっと分かんないですよね。本当になんかこう35度とかね、炎天下の中でどうなのかっていうことが分からないっていう意味では、ちょっとこう発売時期的にまあ卑怯かなって思います。はい、以上、アレクサアキでございました。参考になりましたら嬉しいなと思います。ちなみに私は原品は買いません。買いません。と思います。今のところはまたアップデートいたします。実は買っちゃったりするかもしれないし。はい、では、See you on next video. Bye bye!